はい。それではね、本日の、あ弁理試験のあ、特別講演の表題がね、AI 時代に生きる広がる弁理士の魅力大公開ということで、レクセン人講師の宮口がお送りいたします。どうも、こんばんどうもえ、ね、まあ皆さんね、今日はあのー、本当にね、えー、来ていただいてありがとうございます。で、今日私ね、あのー、午前と午後、授業がありましてね、 まあ、そ5時に終わったんですよ、ちょうど、ちょうど5時に終わってね、もうすぐ来たんでね、まあ、ちょっとあのこ声もあんまりこう声量がで出にくくなってるんでね、その点、申し訳ないです。ね、はいであの、皆さんね、今日あの来ていただいて、この表題がね、AI 時代に生きるあのということなんですけどね、もうすでに今ね、いろんな分野であの影響が出てるというか、例えばね、皆さん、ほら、銀行の ATM、なんか減ってると思いません うん、うん、あのここのね近くにあのスバルビルっ,ちゅっていうのがあるんだけどねそこにあの水槽入ってたんですよ撤退しましたねえらい不便ですよねまあ東京三菱はあるけどね皆さんどうですか地元でもなんか銀行減ってませんやっぱこれはね AI の影響なんですよでね皆さんじゃあ特許業界大丈夫なのかということなんですけど うん、これはもうぶっちゃけた話ですねそれは影響があるっていう見方もあるし影響がないっていう見方もあるんだけど影響ありますよそりゃ、うん、影響あるけど心配ないという話をしますでねもうあの担当直入にもう私ねあのもうなんていうの周り持ってくどい言い方するの嫌いなんですよだからもうね担当直入に今日のテーマにもうずばり確信に迫りますいいですかはいえー、っとね2ページ開いてください 2ページです。はいよろしいですかそしてね、真ん中にした、そのアンダーラインがいっぱい引っ張ってある、その下ぐらいに、はいちょっとね、蛍光ペンのオレンジ持ってます持ってるわけねえよな <laughs>、ね。私の授業を取るとね、蛍光ペンが必要なんですよ。で、ほら見て、すごいでしょ、ほら、皆さんどうよ。ほら、蛍光ペンセットです、私の。ね、で、これ、先生、そんな、なんでい,あのいらん。 そんんなにいらんでしょうえだ忘れた人を使ってもいいからねあ使いたい人はここに置いとくからいいよ使ってあここだとあれかあの顔が映るから嫌か <laughs> でここに置いとくかじゃあでいいよ使ってもねで、まあ、とりあえずオレンジをあの使いますと、ねえー、例えばあのほら何かと話題に上がる AI なんですけどね、うん、果たして特許業界が AI に取って変わられるのかと。 ねえ皆さんこれはともう皆さんにとっても死活問題ですわねはいまずねえっとおっとすごいね蛍光ペン一つ取ったら三つついてきたぞどういうこっちゃほらこんな感じで三つついてきたわねはいえ答えとしては半分イエスほらねで半分ノーねイエスノーって感じですねえオフコースも歌ってますねイエスノーね はい、例えば駅の改札は自動改札になりましたよねもうほとんどね超超地なあなローカル線を除いてねで駅員のし仕事減ったどうよ皆さんあの新宿駅見てごらんなさいよ駅員の仕事減ったからように思える全然減ってないよむしろさ酔っ払いとかが増えてそれの起こしたりねそれからなんかあの迷惑な <laughs> ね、なんか迷惑なお客さん多いみたいでそれの対象とかね全然減ってないよそうだろええー、確かにね切符切りの仕事はなくなったよねこれね、うん、確かに切符切りの仕事はなりましたけど結局ですね何らかのトラブルに備えてねだいたい2人の駅員がいませんかあの右か左に改札のね でね車業界もね、見てください、こんなこと言ってますよ、これ、嘘なしで、10年後はすべて電気自動車になるとかね、すべて自動運転になるとか言われてますよ、ええ、でもですね、これ、いずれも極論なんですよ、ええ、ええ、っていうのはね、絶対になくなりません、これ、保証しますわ、なんでかというと、運転の喜びを感じられるガソリンエンジン、ええ、これ、なくなるとは思いません、なぜかというとね、あの電気自動車乗ってる人なら分かるけど、音がしないんですよ。ええ だからもちろんねあの音がしない方がいいという人もいるでしょう私逆なんです、うん、運転しててアクセルを踏むとグワーって音がする車の方が好きですねガオーみたいなアドレナリンが出るようなねそういう車の方が好きなんですよね、あのトランスポーターでねジェイソン・ステイ・サムが乗ってるアウディー R8 みたいなね、うん、そういうのがいいですねああ本当に。 うん、ウィンディーゼルが乗ってるね、アメ車とかね、ああいうのいいですよね、音が素晴らしい、そういうのはなくなるんですよ、えー、自動化されてね、事故や故障はつきものですよ、自動化されても、これ、ね、そうでしょう、あのあれ、あの自動化といえばね、そうやね、あのほら、えー、新橋辺りからこうあのお台場、それからあのどこだっけ、豊洲に向かってる、えー、ゆりかもめ、あれ、自動運転ですよね、完全に。 で,でもあの台風とか来ると止まるぞ <laughs> どうするよおいやっぱり駅員出動だよねほらねこのようにデジタル化の波はあらゆる分野に押し寄せてきますがね結局結局はいアナログ的要素絶対になくなりませんよえー、えー、だってね最先端のほら装備を搭載した旅客機のパイロット今ね ほととんんど何もすすすることないんですよ知ってますだから最近ほら酒飲んでなんか大問題になったりュ <laughs>、ね、入生になってますよねあれもうやることないからなんですよでもねでもやっぱり有事の際に備えて必ず登場しようほら有事の猿でしょうね翼が取れたとかそういう時はもうねコンピューター制御不可能ですからコンピューターはやっぱねそういう未知の,のものには対処できませんのでねそういう時はやっぱアナログ的なこれまでのこの職人敵でもってね やらないかんのですよ前、日航機墜落、ジャンボあの,、ね、なんかあの夏にこう墜落して、517人が亡くなった事件ありましたけどね、まあ、あれもね、なんかほら、フライトレコーダーが残ってましたけど、最後の最後までね、あのパイロットが頑張ってた姿ありますよね、えー、あれ聞くともう本当ね、もう涙出てきますけどね、頑張ってたんだなという、うん、で特許業界においてもね、同じことが言えるんですよ。ええ、でねはい イエスかノーかの、えー、これはねえー、っとねピンクイエスかノーかの判断が比較的容易な事務的な仕事これはね取って代わられると思いますえー、もう要するにあのイエスかノーかのこうねゼロか一かみたいな判断これはどんどん便利になっていくでしょうね、うん、だからね事務員が減るんですよつまりあの事務所の従業員は減らすことができるうん でね、しかし、はい、いいですか、青で塗りますがイエスかノーかの判断が難しい業務は結局、人間の手に委ねられます。だって皆さん、想像してください将来、ね、AI が最高裁の裁判長になるでしょうかね。<laughs> ねえあの最高裁の裁判官全部 AI ちょっとこれは、ね、ありえないと思いますよ。なんでかというとさすがの AI もさまざまなその事情を考慮して判断するというのは難しいと思います。 なぜかというとね結局その、えー、と裁判になる事案というのはねんで裁判になるかというと法律で解決できないからなんですよ。わる法律見るじゃん皆さんねあの俺今日も法文書に基づいて教えたんだけどさ、はい、法律に書いてあることがねあのそれに照らし合わせてイエスかノーか判断できるこれは AI がやるよ多分今後。はい もう「はいこれ書いてありますよ」「はいダメ」ね「書いてませんいい」そのぐらいな映画できるんですよ今後、ええ、でもねそういう割り切れない案件って非常に多いんですよあそういうのもうアナログ的にはあのやるしかないよ例えばあ,のあれあるじゃん、えー、皆さん知ってる青色発光ダイオード事件ね青色発光ダイオード事件知ってるよね NN さんという人がね発明者でノーベル賞も取ったね ほらであれでまず東京地裁ねいくらの、えー、裁判判決出ましたか200億円です200億円そうでしょで高裁でどうなったよえ6億8000万ですよほらドラスティックに変わっちゃったよそういう判断ってやっぱりもう無理ですよ AI じゃやっぱりいろんな所持情を考えるとやっぱり200億円をやるわけにはいかんと6億8000万だ所持情を考えて ねえうんそりゃそうですよ1発明者のね貢献度ねこれがあの、えー、と半分とされたのかな知ってるあのあおる発行大動事件はねなんと利益が1200億円、えー、発明者の貢献度50%つまり600億円を認定したんですよ。しかしね請求の趣旨つまり裁判における訴状のマックスな額が200億円だったんで200億円になったんです。 これアメリカだったら3倍賠償制度だから 200×3 で600億認定すると思いますよ。アメリカだったらね日本はそういうことをしないんで、えー、アメリカってすごいですよね本当と,とてつもない金額になっちゃうよね裁判やると、ねはいえー、つまり我々に求められるのはねこれなんですよ重要なことはい,いですか、はい、AI に支配されることではなくはいピンク。 ピンクと言ってすみませんね、普段の授業みたいに、皆さん、蛍光ペンないからね、いいですよ、無視して、AI を、はい、ちょっとクローズアップします、うまく活用していくことなんですよ、操ることなんですよ、車を運転するかのように、これですよ、だから、これから私が予想しますね、外れる可能性もあるんだけど、あの事務所にこう雇われる弁理士とか弁護士、これがですね減ることは間違いないです。でも 自分で独立しやすくなるこれでですす自分で独立しやすくなると思います。これいいことじゃん。どっかに所属して仕事をするということはあんまりなくなるんですよ。自分でもう経営してもう AI に事務的な仕事を任せて自分ではそのアナログ的な判断をしていくという。だからいい時代になりますよ。えや雇う人数いらない。もう AI がいろいろやってくれる。そういう感じになってくるんじゃないかなと。つまり大手事務所という概念が もしかしたらなくなるかもしれないいや残るかもしれない中堅の事務所が一番危ないかもね中堅のどっちつかずみたいなうん大手は大手で残るだろうなどの業界もそうだもん企業だって大手は大体上トップ3つぐらい残るじゃん大体ね自動車業界にしたって家電業界にしたってトップ3は大体残るんだよでもそれ以下だよ汰されると思うねその代わり個人の事務所が増えるうんでおそらく 個人の事務所だけであってもね例えばこういう問題があるじゃん死んだらどうなのかとクライアントも不安でしょうがないねだからどっかのそのビッグ3のどっかに所属するような携帯いわる自分は自分で携帯するんだけどなんとかグループに所属する,にするみたいなほら三井グループに所属する三菱グループに所属する住友グループに所属するみたいなそういう感じの時代になるんじゃないかなというふうに思うようんねはいそんな感じです AI 時代 もももうううのこと喋ったからもうどうででいいです、はい、じゃあ皆さんの聞きたいことにあのあの俺はね答えていきたいから、ね、俺ってそういう性格だから持って回ったような言い方嫌いなんだよもう言いたいことはガツンって言って、ね、あのもう終わりですと <laughs>、ね、もうあんまり喋ることないんで皆さんの知りたいことを喋ってあげますさあどうですか女性の方いいよあまだあの唐突に聞かれてあの質問も何も思い浮かばんだったら後で聞こうじゃない。ね い,いよじゃあどうよ、後ろの人、なんか聞きたいことあったら、うん、あっ、2020年やね、そうです、これはそのとり、はい今、会社に所属してて、営業的な仕事、はい、それをやってると、えーはい、えー、ああ、よくある質問ですけど、もう典型的な質問ね。えー まず、ねあのー、そういう質問の人いると思うんですよ、今ね、あのー、企業にお勧めの人はどのぐらいいる手を挙げてください、企業の人。おうおうじゃあ、事務所にお勧めの、事務所あでもなね、あのー、働いてないとか、あ今ね、公務員も、ね、多いですあの県、県庁の星みたいな人も結構多いですよ。 ええまあ、いろいろいいよね、それで今、それもあの公民の人もあの全部合わせると、事務所いなかったよね、今、ほら、これが実態です。あのね、これ、例年の傾向で、100人いると、90人以上は起業か、あのまあ、学生も中にはいるし、浪人するぞという人もいる、事務所の人ってあんまりいないんですよ、これ、どうしてか言いましょうか、まず勉強を始める、これは面白いなと思う、転職を本気で考える。 その後特許事務所に転職するこういうパターンですええあとはね弁理士になってからあの事務所に転職するそのどっちかよねああで私はこう思いますねあのもうね自分の気持ちが転職したいなという気持ちが強いんだったら転職した方がいいええあのそ,その辺あの本気でそう思ってるんだったらあの私に相談してくださいあのいくらでもあの人脈はありますんでねはい でえー、ところがあの、そうじゃない、今の会社も安定してていいと、ね、給料もそこそこいいと、ね、別に不満不平はないとならばいたほうがいい。うん、だってあの生活のパターンが多分分かってると思うしね、その中で勉強時間があとは確保できるかどうか、確保できるんだったら今の,あのスタンスを続けながら、ね、様子見でやってください。そんな中で例えば人事異動とか、まあ、いろんな、ね、あの環境の変化に伴って、 これはちょっと我慢ならねえぞというような状況になってきたらね転職を考えればいいと思います。ね、でいずれですよ私が言いたいのはね皆さん1回か2回で受かってくれできれば1回で受かってくれって言いたいのよ。で今日は皆さんねどういうあ,のあれで来てるかね、まあ、私のその情報を知って来てるのか知らないけど一つ言いましょうこれはね私ねあの人の悪口は言いません。ねあの人をけなすようなことは嫌いだしそういう。 そういうやつ嫌いだしねでそう言われるのも嫌いだから人の悪口は言わないんですが自慢はします自慢って罪ではないからで嘘の自慢はしません本当の自慢しかしませんはいじゃあ言わせてくださいあの一発合格者の実績がまあ5年連続ぐらいでトップです業界で去年も9名だからこの宮内クラスに来てねもう1回で受かるぞっていう人には本当とうってつけだからええ あ,あるいは、ね、これもいいよ、例えば何年か前に、ね、あの10年ぐらい前やっとったんやけどちょっといろんな諸事情で、ね、勉強を全然今やってないと久々にこの返り咲いたと、ね、そういう人も歓迎だから、うん、別に俺あの1回で受からんかったから見捨てるとかそう,そういうことは全然しないんで、うん、むしろ5年でも6年でもリピーターの人いますから、うん、あの大歓迎ですよとにかく1回で受かろうぜ。 1回ああで受かるとねみんなが羨むような事務所内定5つ6つ来ますよああ選び放題やねそんな感じですはい、まあ、そんなところで転職はもう転職の気持ちが天秤にかけて強いということであれば今すぐもう相談してください俺にね、うん、いいですよでも今の現状も満足ならば急ぐ必要ない勉強をしながらこう考えてみましょう勉強時間が確保できるんだったらもうそのまま突っ走したほうがいいそんな感じです えーはい、じゃあ、こちらの人、どうですか、はい、いいですよ、何かあれば、あの後でもいいし、うどうぞ、せっかくですよ、まあであ、そうですか、1年ではね、それは現実問題ね、まあ、1年で仮に行くとして<お>、えー、どのくらいの勉強時間を確保するか、それもね、典型的な質問ですよ、もうね、待ってましたって感じですね、はい、あのこれ読むと書いてますからね。 <laughs> 先生、本当の紹介ですかとえこれ見たら書いてありますよ、便利試験一発合格バブル、あ、バイブルですよ、閲覧用に隠れてますよね、えこれちょっと見てみましょうか、じゃこれに書いてあるで、ちょっと見せてあげますよ、ね、まあ、俺のサインなんかもね、あったりして、はいで、これを見るとですね、ちょっとお見せしますね、うんうん、はい、ほら、最低時間の、最低限の勉強時間を確保すると。ね、はい 一発合格者の平均時間は 1500! いでこれはあくまで平均時間で1000時間の人もいれば3000時間の人もいますよしかしたった1000時間で受かるのは異例中の異例なのでここではね1500時間にスポットを当てたい、うんまあ、あとは閉じていいですはいそれでねあの1年間ってどんぐらいな何週365を7で割ると大体5じゃない5050 50やろ7535やから50。 だからあの、えーっとね、50週ですよ、うん、1500を50で割ってみ30です。ということは1週間あたり30時間確保するこれが大ざっぱなあ目標になります。でそれをさらに日割り計算でいくとねあのウィークデーと土日でちょっとあの条件違ってくるんでねそうだな月曜から金曜まで5 3時間勉強してほしいな 3×5 どうよ 3×5 できる でこれはねこれ入れていいよ、例えばね、俺の授業毎回3時間ですわ、ええ、で例えば休むじゃん、ね、休んだらあのウェブで聞けるのよ、うん、全部休んでも大丈夫よ、ね、ウェブで聞けるんだわ、うん、それでね、えっと、あのウェブであの俺の授業3時間聞くじゃん、家で、はい、これ3入れていいです、勉強時間に入れてください、3に、うん、で予備校に来た俺の授業ね、土曜日、午前と午後で 3×2 で6時間受けるやろ。 入れていいです勉強時間、はい、そうするとですね比較的あの一気にいきますよ、ええ、3×5 そして土日で1510、ね、と5でもいいし7と8もいいし、ね、15稼ぐそうすると3515プラス15で30これはねあ,のあまり無理な数字はないよ、ね、俺なんかねゴールデンウィークの,あの明けぐらいに試験あるじゃん担当試験がもうだからね1ヶ月ぐらい前になるとね670時間やりましたね 1>, 1週間あたり670時間そのぐらいねやっても平気になりますこう直前になってくるとやっぱり気持ちが引き締まるねあああれとしてはボクシングの選手たちと一緒でね引き締まってくるよやっぱり気持ちがあなんかね感覚が研ぎ澄まされてくるっていうんかなあの道の問題でも解けるような状態になってくるからええー、本当ですよそれまあやった人だけじゃないとやった人にしか分からない心境っていうのがあるんだよね そうななんですよなんかねほら次のえ5つのうち誤ってるものを選べみたいなのが出るんだけどね担当試験でなんか問題見た途端によあの青い光を放ってんだよ、ね、言葉が、はい「これ間違ってるよ」っつってそう訴えてくるねそういう感覚になるからはいね、まあだからそういう感じでねあの1週間30時間これを念頭に置きましょうよ。も、ね、もちろんん、ね、んねね皆皆ささこれがが大事俺も皆さんが1 一回で一発受かるように指導していきます。で皆さんも一回で受かるぞという気持ちで頑張ってください。でも現実はね、百人いて九人ぐらいしか受からないですよ。一発合格でもこれはねすごい数字なんです。なぜかというとあの去年の合格率何パーセントは知ってる？一番後ろに書いてるよミアレジのほら去年のねあの合格七十二パーセントであなんだよ七点二パーセントだよ。 7.2%で何人受かってる260人だな一発合格者はこのうち何人だと思う ?27 人ですということは約10分の1はねええ、はい、7.2×10 分の1はどんだけ ?0.72% でしょでし内教授はたい100人以上いますから9 100分の99%ですよすごい数字やと思いませんこれうん100分の9が一発合格者って ねうん、だって0.7%ですよ、市場の,あの一発合格率で、はいそんな感じですよ、えどげんですか、あーそんな感じやね、はい、じゃあ、後ろの人、どうですか、ね、あの評論家の三橋氏にちょっと似た感じの人、はいどうですか。うん ええ、え、うん、特か衣装をいはいああこのウエイトはいこれはね特許がもう一番ウエイトが多いですうんえっ、ー、とですねじゃあねちょっと待ってくださいこれもねあのこのね、えー、これに載ってるからよしこれいいですよだからこの本宮口クラスのね一発合格バイブルねこれやっぱねこれ中央経済社員から出とるんやけどね あのやっぱあのこの出版社がね俺のところになんか業界で見合う先生と一番ねあの一発合格出てるみたいなんでちょっと本人、ノウハウとして書いてくれませんかって,言ってね何年か前にあの来たんだよ、それで書いてるからもうこれ見りゃいいんだけどまあちょっと見せますわ、ほら書いてるんだよ、ちゃんと。ほらね特日見てくれ、20代出る、衣装法10問、商標法10問あの条約10問、ちょっとだから5問5問で10問。 合格基準点も84444ということはやっぱり特実が一番ねやっぱりこの特実で頑張れよという感じじゃないどうでしょうこれ見てもやっぱり特許法一番頑張れだよねで特許と実用新援法って似てるんだよあの技術を保護する法律やからね技術的層を保護する法律やからだからまとめて一科目って見てますねでただ特許と実用支法の全く違う点もあって 特許ってね、審査官が審査するんですよ、ちゃんと、厳格に。実用新案はね、無審査登録主義っていってね、あの、もう出願したら権利になります。大抵ね、お金ちゃんと払えば。でね、この割合も言っときましょうか、18問が特許法、実用新案法は2問ぐらいしか出ません。はい、そんなもんよ。うん。で、論文も見ようか、論文もね、あの、こんな感じやで。ええ ちょっといいあの必須科目があってねこれに書き込んでも大丈夫かなこれ、まあいいわもう俺,俺がサインしてるからその時点で <laughs> どうでもいいって感じだよねはいあのじゃあちょっとねメモしておくけどね、うん、論文でも、ね、200点満点ですよ、ああ論文は200点ああ、特実で、はい。で、衣装法が、ね、100点。 商標法も100点なんですよ。と、えー、いうことはやっぱり「特実頑張れや、ね」はねこれはね何でやねんということになるんですけど理由が2つありまして1つはやっぱりね特許法がそのいろんなあ法律のベースになってると、えー、だから特許法でいろんなことを学ぶんですよそうすると実・意いい・障ほとんどほとんどっていう言い方大げさだな 3分の1ぐらいはもう流用なんですよ流用部品ねトテヨタ生産方式だよ流用してんだよ流用ね車が変わっても部品は同じみたいなだからやっぱ特許法が一番やねうんそうでしょああねベンツでいうと S クラスみたいなもんやね、うん、そして S クラスを開発したらその部品をね E クラスとか C クラスに流用するじゃんね もちろん S クラスを買った人が怒らないようにちょっとスペックダウンしてね <laughs>、えー、そんなところですよおいであともう一つの理由はね今度は実務的な理由がありますやっぱ特実が一番仕事多いといやっぱり特許が一番多いわねあの次に商標が多いかなうんあの衣装が3番目って感じただこれは人それぞれ便利士の事情によって違うよ俺はね結構衣装が多いんですよ俺の仕事は。 はい、だからまあ弁理士がどういうところを専門にしてるかによってまあどの法域がね仕事を多いか少ないかは違うけどね俺の知り合いで著作権法の仕事がほぼ100%という弁理士もいるしね <laughs> もういろいろですわはいまあそんな感じです拝点の理由ねはいじゃあどうでしょうこちらの方いいよ、うん、おおどうぞどうぞ遠慮せんとあ 講座の質問通学と通信 <laughs> <で>ね <laughs>、ええ、どっちがいいか、そういうこと、ね、利害特質みたいな、ああ、そういうことね、いや典型的な質問ですよ、それ、もう待ってましたって感じですね、はい、答えますよ、うんあのー、嘘なしで言うからね、これ、あのー、さっきあの、一発合格者、9人出たって言ったでしょ、去年の。 嘘なし言います生が7人通信が2人ですどうでしょう、ね、お,あのおととし言いますおととしえー、っと一とと六6人生全員、はい、通信ゼロそういうデータ的なところから見ると通学ダントツですぜひ通学的してほしいね うん、で通学のメリットは何だともあのねまずやっぱり現場に来て即質問ができるということそれからねこれなんですよ皆さんこれはねあのちょっと通信の人には申し訳ないんですけど、まあ、その分値段が安いんだけど通信の方がねあの通学ってさあの3時間授業の中で真ん中に10分の休憩があるんですよ、ね、つまり85分10分休憩85分という構成ですその10分が実は重要だったりするんだよなぜか分かる その10分に俺のところにワンサカと質問するねその質問が皆さんと同じ質問だったらさ「待ってましたその質問だろ」で俺がそれに答えるねそのやり取り収録しないから残念ながら休憩というボタンを押しちゃうから俺押さざるを得ないんだよね休憩というボタンを押しちゃうからねもう入らないよ画像も音声もでもその10分のやり取りが実はすごいお宝だったりするのよで 85分、85分、終わるね。はい、終わります。今日はここまで。はい。ね、で、皆さんあの、あれ、一斉にこうエレベーター行くわ。どうせエレベーター混んでるぜ。ああだからよ、まあ、残って俺に質問する、えー、人たちのやり取りを聞いてごらんよ。それがまたね、お宝だったりするんだわ。待ってました、その質問と。ね、うん、だからやっぱりね、そこやっぱり、えー、生の醍醐味じゃねえか。 えー、あとはねも,もう一つね選択科目あ歩かないか分かる自分に選択科目が必要とか必要でないか今の時点で分かるあ文系ですかそしたらまあ多分ないですよねそうするとほら文系の人たちがいますよやっぱりそんな中で「おい選択科目何にする?」とか言って相談したりねじゃあ民法に民法にするじゃあ一緒に勉強しようかみたいなのは 通信ではなかなか難しいですよね。えー、現場に来るとね、やっぱりこの友人同士で協力し合いながらできるんですよ。ね、相談にも乗ってくれたりするしね。まあもちろんあの我々も相談に乗りますけど、そういうやっぱりこのね、まあ常に公私にこう頼るというよりはこう気軽な身軽な友達の方がいいという場合もあるじゃん。そういうメリットはあのやっぱり現場に来た方がいいわね。うん。 というのがあります。だから私は迷うことなく通学に来れるんだったら通学してください。あとはどうよ遠距離？あ近い？あじゃあいいじゃん。あの俺のクラスあれだよ。新潟県の佐渡ま島から来てる人もいるし、あとまあ日立なんか全然ザラだよね。あの日立の会社があるからあの茨城県日立市全然ザラですよ。あとね長野県からねずさに号で来る人もいるしね。 あとは静岡なんかで全然珍しくも何ともないしあ昨日の俺の講座あれがいるわ岩手県から来てます夜行バスで嘘なしで岩手県から来てますよあ生でえー、すごいでしょやっぱりそういう人たちは気合も入ってるからね受かりやすいんですよやっぱり交通費もかかるじゃんこれが逆にねいいんですよもうやっぱりこんなにかかってる生活は早く終わりたいこの緊張感が合格を早めます それは、ね、俺も言えることなんだよ俺もね三重県の渡来郡っていうところにいて勉強したんだよね受験時代であの大阪に通っとったんよねやっぱりね近鉄特急で片道3時間かかるわああの交通費も馬鹿にならんわで最終電車がね7時50分だから夜のもう間に合わないんだよあの終わってから帰るとだからあのカプセルサウナに泊まるわね そうすると、えーまあ、それでまた金が飛ぶと <laughs> もうこんな生活早く終わらんといかんなとやっぱりプレッシャーで、ね、受かったかな今、考えるとうでもあれはあれで楽しかったな、うん、こう受験仲間と一緒に、ね、あのカプセルサウナに泊まったり、ね、でカプセルに泊まると、ね、なんか背中に、ね、こう綺麗なもんの入った方が、まあ、そんな話はど,どうでもいいですね。 そういう人が見,見れたりとかね <laughs>、えー、はいまあそれはいいですはい他にあ,あどうぞ次の方男性の方え予備校の講師選び人によってこの人があったりとかあそうですねですそれ重要ですよ宮口先生は、えー、なんかどういう人が取る傾向があるのかなああ俺にあの会う生徒さん,徒徒さんああいい質問やね面白い質問やねそれ いろんな先生がおるからね,、まあ、ねやっぱりこの俺の今日の、ねえー、ガイダンスに来てやっぱりついていこうかなと思う人はぜひもう今日申し込んでほしいんだけどまずね宮城市クラスの特徴を言いましょうかああの受験の比率ってなんかそういうデータみたいなのあるあこれかこの A4 サイズの見てくれこれそうするとよあの一番表が志願者統計やねこれ男女の比率どうよ 8対2やね、これきれいに分かれとんね、8対2。8対2でしょ。8対2でしょ。ちょっと後ろ見てくれる、うん、?75% 対25%、4対1やね、結局。3対1か。3対1でしょ。宮伏クラス、あの50%以上、女性です。宮伏クラスの,あの比率、嘘じゃないです。あの嘘だと思ったら調べてください。あのえー、っとね 比率でいうと十三分の十ぐらいが女性ですかね。えー、本当ですよ。比率に今ひあのあの最大公約数でけあの俺の頭の中で計算したらだいたい十三分の十ぐらいが女性ですかね。だからあの男性もっと来てくれよって感じ。ねまあそれは女性の方が多いにこう仕事ないんだけど。うんすごいそういう特徴ありますね。うんだから女性の方も安心して。うん全然肩身狭くないし。 ああそういうい感じや、ね、であとねやっぱりあの何て言うの,あのよしあの恥ずかしがらずに質問してやろうみたいなああ気持ちが強い人は俺向いてるかもね。うん俺そういうの大歓迎やから。ねうんそしてあのやっぱり将来を見据えたあのことをやりたい人あのねこれね大手事務所の人があ大手事務所の先生が言ってるんですけど。 あの宮口クラス出身の弁理士は使える人が多いとこれすごい言ってきますだから宮口先生のクラスのなんか優秀な方紹介してくださいという大手事務所からの声が多いんですよ。あのえどういうい意味でで使えるんですかって聞いたんですよそしたらねなんかあの春のシーズンになると新入生歓迎コンパクトやるんだけどそういうのをね率先してやれる人とか多いんですよあそっちの方ですかみたいな <laughs> それって重要なんですよって言って <laughs> いや仕事じゃないですかいやいや仕事もできますよとかね仕事もできるんだけどなんかそういうのを率先してやってくれる人が多いと、ね、あとねある事務所だとこうやってみました「あのうちの事務所ねあのすごいねあのでっかいビルに入ってるんだけど防災委員会っていうのをやらないといけないですよ」ってここもそうよエルタワーも、ね、あの地震が起きた時の各こテナントがねその誰かがリーダー的な存在になっていろいろ誘導したりせねえかんだよ。 その手やりたいか普通,た普通やりたくねえだろやりたくねえぞそんなの日常業務で忙しいのによねヘルメット用意したりリュックク用したり宮上先生のクラスの人って率先してやってくれるんですよそうですもうそれだけでも貴重ですわとそういうの言ってくれる <laughs> <laughs> だからね要,要はねいろんな分野で活躍できるとうんねなんかあのー あの結婚式とかもやっぱあるじゃん事務所とかねそういうところでやっぱあ,のあれやらないかんじゃん余興とかそういうのもダントツ宮口クラス出身の弁理士が一番ね盛り上がると「<laughs> いや宮口先生の出身の人たち多芸な人が多いんですよ」つってね「ああもうバブリーダンスなんかねお安い御用ですよ」みたいに言ってましたね <laughs> ええー、まあそんな感じですもうだからね将来を見据えてますよ活躍できるように。 ああで原理ね、あそうだ、これ、ま、マジで活躍してる人たち紹介しますわ、ええ、ちょっと皆さんのあれによ、よあれ入ってないあれ、あのね、ちょっと待ってよ、あ弁便利の世界ってやつああ、これだよ、おい、このカラフルなやつのよ、あのー、18、19ページ見てください、おっと、すごい人がいきなり出てきたぞ、これ、何ね、下町ロケットの大先生じゃないですか、皆さん。 あこの人は別に俺の教え子じゃないよ俺の 5, 5年ぐらい先輩ですよ、うん、でもね私ねこの先生と5年ぐらい一緒に仕事をしてました弁理士になってから最初の5年間この先生と一緒に仕事をしてたんですよ侵害訴訟ででね、まあ、まさか下町ロケットの大先生とは知りませんでしたけどねでもすごかったですスタイルとしてはやっぱりち小さな中小企業をあの弁護して 大きな大企業をやっつけるみたいなスタンスですよね。やっぱりそれがやっぱりあので、ね、あのちょうどやっぱりあの小説のモデルにちょうどいい感じだったんじゃないですか。で、はい、え二、ー、十ページ二十一ページ。いやーこの先生もすごいですよ。ここの四階上の大事務所の所長ですわ。ね、米国弁護士も持ってますよ。すごいでしょ。だからね、やっぱりなんていうかそのまあ私この先生ともものすごく今。 あの共同誌一緒にやっているぐらい、ね、親密なあ関係でやってますねでもあの,あの教え子じゃないです全然 <laughs> もうそんなおこがましいですはいで22 23ページの人はちょっと面識がなくてごめんなさいはいで2425はいこの人は宮口クラス出身紛れもなくもう今やフランスの第一人者になってますわフランスに任せればもうこの人みたいなあフランスに出すならこの人みたいなね もう第一人者ですよあと多分ね特許庁長官と差しで話ができる弁理士でしょうねもうあの対談してますよ2回ぐらいあとあの民主党政権だった頃の枝野経済産業大臣とも差しで対談してますすごいですよ平成19年合格ねであれ他にも載ってたんだけどね消えちゃってるわ他にもなんか宮口クラス出身の商標系弁理士とかいたんだけどねちょっと消えちゃってるよね ああもうだから結構ね活躍してる人多いですよあ,あ,あとあの霞が関ビルのねあの一等地にあの従業員が200人ぐらいいる事務所の所長さんねちょっと名前言いませんがそこの所長さん宮口クラス出身ですもうビッグですよねあんあ,あとあの私の教え子で東京工業大学教授になってる人もいますねえそんなところですか はい,ね、はいねはいじゃあどうですかあの一巡しますからあの次の人でどうぞテキストおいそれとは別に個人的に準備しておいたほうがいい,思い、ねうん、ああ個人的に準備した方がいいのうんあのねこれだねあのねまずあのほらあのこれはねパテック社の法文集っていうんだけどね発明 はえーとね、じゃあ,あの紹介しますわ、このパテック社というところと、それからね、三成堂という、あの三成堂ぐらい知ってるでしょ、皆さん、出版社の三成堂、発明協会、大体この3つがサンバガラスですね、パテック社、あー三成堂おー、発明協会で、それぞれねあの、これ正直に言いますから、ね、別にあの正直に言う分にはいいと思うんでね。 あのパテック社が多分あのやっぱり一番人気なんじゃないかな今分かんないけど断言はしませんけど多分ねこう見つってる人のあれを見るとえで俺はねこれ24パンってなってますけど25パンが新しいですに買うなら25パンねあので人気なのはねあ,のあれなんですよ便利試験に必要な法文集が全部オールインワンであるっていうことつまりあの 体でいうと死亡率をね最大限抑えて本当に必要なものだけをエッセンスだけを抽出しているという法文集パテック社、ええ、これあのいくらだったっけ2800円ぐらいだから消費税込みで3000円ぐらいだと思います、ええ、次に産生動産のメリット言います産生動産の法文集はねあの判例が載ってるそれから便利試験には出ないけどなんかあのほら あ回路配置権に関する法律だとか種苗法だとか,、まあ、なんか周辺的な法律も全部載ってるとあの民法とか民訴とかそういうところは強みがありますね発明あやった三さんはただあのデメリットは字が小さいですすごく、うん、だからあのちょっとうわ字が小さいなという人はあの、まあ、字が大きい方がいいわね <laughs> 字が大きいのが発明協会めちゃくちゃでかいです読みやすいですめちゃくちゃ発明協会その代わりデメリットはまさにその逆で字がでかいということは何かをオミットしないといけませんそうですあのね特許協力条約の規則とか確かトリップス協定とか載ってないんですよだから別冊を変えないといけない条約専用の,あの別の別冊を変わないといけません、えー、だからオールインワンじゃないんですよ 発明協会さんは字はは字でかいい読みやすすそれは認めます三省堂さんはすごいいろいろ判例とかね周辺領域の法律便利試験に必要の内容なものも載ってますがその分字が小さいということにしわ寄せが来てます。じゃあパテクさんが一番いいじゃないかいいところずくめなんかじゃないかあのちょっと弱点もありますあのね改正を先取りしすぎてて今年出ないのにみたいな法律まで載っちゃってる。 言ってると分かるとか例えば今2019年やな2019年には出ないよこの法律はっていうのまで載っ,ちゃ載ってるだから我々の授業とか我々のアドバイスを聞かないとそれを信じて無駄に勉強してしまうリスクがあるということですうんそういうことちょっと改正先取りしてる感あるねうんあの改正っていうのはよ施行日が重要なんですよだから例えばねこの間1月1日迎えましたけど 1>, 1月1日施行日の法律で今年の弁理試験に間に合ってますよねだって今年の弁理試験5月ですからあのじゃあねパターンその2として4月1日施行というのも多いんですよこれも間に合いますよねでもねちょっとパテック社のやつはあの7月1日施行のやつも網羅してるんですよで7月1日もう理試験間に合いませんから今年のほら、ね、だからそういうところまで一生懸命勉強してねあら出なかったと。 まあ、もちろんわ我々のアドバイス聞いてれば問題ないんですけど授業出てればだから独白には非常に危険ですまあそんなとおりだねであと法文書じゃないんだけどまあ噂には聞いてると思うけど工業所有憲法築城解説青本こんな分厚いやつねちょっと持ってくればよかったねこういうやつあ青本なりか知ってる知らないよねあいいですよあ あの和田君だけ聞けばあ分かるかね、はい、ちょっと持ってきて青本、うん、あのこんなね2000ページぐらいの、うん、でもなそれはね、あのー、特許庁のホームページから一括ダウンロードもできますよ、うん、無料でそれであの iPad だとかスマホでこうやって見てもよし <laughs> 買うとあそれはね8600円ぐらいかなええー あとは、ね、あれでいいよあとはあの。あとはこの一発合格バイブルがあれば。<laughs> ね、1800円です、これ、うん。最初はこれ読んどいてよいよ。うんまあ、方向づけにはなるよね、これ。全、うん、科目について俺があのもう最低限今のうちこれ知識あの抑えとけよ的な、ね、あのテクニックも教えてますし。そんなもんかな。あとはあの申し込んだらついてくるレックのテキスト。うん、これでもう十分ですよ。 ああレックのテキストは結局あの網羅するからね必要な事項ねああそのためのテキストやからあとはあの講師レジュメっていって俺が作ったねそのレックのテキストってねあのすごくディ,ディテール詳しいんですよ。でもねあの詳しいということはあその反面ねあのサマライズ的なところがやっぱり必要になってくる要約しないといけない。 それがあの私が「宮レジ」っていうのを用意して通称「宮レジ」宮口レジメのことあの要するに簡潔に要するにね一言で言うと何なんだ的なテキストになってますそれってひと言で言うと何ですかみたいなそこをねうまいことまとめてますわではねまあ簡単に言うとディテールシンプルな方式で事業を進めていくというところに特徴があると思いますねで皆さん当てていくからねはい国内優先権制度の趣旨はどうですか はい、新規性相数の例外の趣旨どうですか、要件をお答えください、その効果はそんな感じで当てていくで、それに対して答えていく、このプロセスが結局、三次試験にも役に立つ、三次試験って分かるこれだよ、俺の今日のレジュメのね、あのはいえー、38ページ、ほら、公示試験、およく分かりましたね、それ誰のあ俺の、よく分かったね、ありか。<laughs> えー これが青本,青本ですわ、ね、先生青くないじゃないですかどちらかというと緑じゃないですかあ,あ確かに深緑本だねうん深緑本って言った方がいいんだろうけど青本と呼ばれてます、ええ、でページがねえー、っと何ページぐらいあるうわ2132ページまであるわ、ねうん、でも女の子なんかねこれほら持ち歩き大変じゃん だからあの金鉱座とかね、オフィス24とかであの分割してもらえるから、特日、衣装、商標、分割してくださいって言うとね、2000円ぐらいで多分やってくれるよ、うん、それでもいい。あとなんか気合い入れて会社で全部プリントアウトする人もいるんだけど、それ気をつけてよ、よ会社に怒られるかもしれないよ、お前、何やってんだみたいなね、お前、何大量に印刷すしてるんだって、青本か、会社の経費を無駄に使いやがってって、怒られるかもしれないからね。 まあちゃんとあのお金出して買ったほうがいいと思うよ <laughs>、ね。あまあ、そんなところですか、はい。どうですかね、最初の人、んか質問湧きましたが、ええ、まだ湧かないあ、まああのねまあ、女,女性の方、あ,のあれですよはっきり言って、あの一発合格多いです。今年もね、待ってください、思い出すと、今年9人中3人か4人一発合格ですね、女,女性が。 そうですね3人か4人、一発合格ですよ、ね、だからまあ、あのー、見失わる女性多いです、本当に、それからあのやっぱりねあの、受かってから伸びる人が多い、うん、やっぱり俺もあの普段実務の話とかするからね、まあ、そういうのがやっぱり参考になってあの、あれじゃないの、やっぱり確保ができるというかね、あと、あの事務所見学したい人は、俺があの見せてあげますよあの、上野先生に許諾を取って、ね、巨大事務所あるから。 ね、もう日本の中でもトップクラス5本の指に入るような事務所ですからああそういう事務所がねここに上にあるというのはすごく恵まれてますよねで講演会もやってくれるからねこの先生うんな俺今日のほらあの AI に生きる、AI、時代に生きるというテーマだけだよあのここの4回上の先生の話聞いた方がよっぽどい,いいわ <laughs> もう AI はそのままあの特許さんしてるからねああそんな感じえー はい、そんなとおりはねどうですか、後ろの女性の方質問第2みたいなのあるどうぞ勉強のことでもいいしあの実務的なことでもいいし特に大丈夫、えーまあ、あのお値段の話とかも、ね、あると思うんでねそれはもう社員の方詳しいからねどうですかねほかに第2の質問ってある人は遠慮なくいいよ遠慮なくどうですかはいどうぞ まあ逆に言うと100分の9とかそんなもんだよね、うん、そりゃそうだ、残り91人は受からないですよ。どうするのかと、ええー、あのね、それはね、あの心配せんでもいいですよ、あのーまあ、1回で受かればそれでいいんだけどに、ね、受からない人の方がむしろ多いんだから、あのー、皆さんには、ね、パンフレット、これ、初級向けのパンフレットを配ってますが、これ、中上級パンフレットっちうのがあって、 中上級コースというのがあるんですよちょっと難易度の高いことを教える講座がそれに進みますねええで私それもやってるんですよあのこれ初級コースねで一回じゃ受からんかった人向けに中上級コースでねやっぱり担当と論文とあのちょっとハイレベルなことを教えていくコースがあるんですわだってやっぱり一回で受からんかったらやっぱりそ,のそれなりにあのハイレベルなことも学んでいきたいじゃんでパターンその2があって ももう1回入門講座を受ける人もいますそれはやっぱりあの自分としてね基礎ができてないなってあの自覚がある人とかもうやっぱりあの担当試験がね例えば、えー、39点以上が合格なんだけど例えば20点しか取れなかったとそしたら我々もアドバイスしますよ20点だとこれはね基礎力は全然足りないからもう一回ね再受講したらどうだと、ね、再受講割引っていうのもあるもんね。うん、あの相当割引いて だいたい同じ講座を2回受けるわけやからねあの割引で相当な金額割引って受けられます、うん、でももう,もういいわと入門講座1回受けたしっていう人はあの中上級向けの講座があるから大丈夫ですよあ,あとはねゼミっていうのもあるゼミっていうのはあのもっとアナログ的にやるんですよあのこれ収録するじゃんこれ収録して通信講座向けにも配信するんだけどゼミっていうのはもう本当にこにオフライン的に ああいいいと,というか少数精鋭ででやるわけですよ普通の講座は私の授業100人以上の大教室で、ね、ここの 2, 2倍か3倍ぐらいの教室でやるんだけどゼミというのは、まあ、これあるいはこれの半分ぐらいの教室でやるんですよ。そういうのにねレベルに応じた自分のクラスを選んでやるといろんな先生やってるからそれに出ますね大概ね。で自分は担当が弱いのか論文が弱いのかにもよるじゃんそういうのを取捨選択しながらやっていく講座があります。はい 他にどうでしょううかどぞ。どうぞ、まあ、あ,うあります、ね、いいいあ、逆にそれが心配になると、あ分かる分かるあの、入門講座って基礎的なことをやるから、逆に本試験レベルの難しいことはやらないんじゃないかと、心配ご無用ですよ。 あのですね、まずです、ねそ、それはそうなんですけどというまず話をしますとあのこの、ね、スケジュール冊子の、えー、っと12ページこれを見ますとです、ね、まずこの入門講座ってあるじゃないですかこれが、ねまあ、ウォーミングアップだと思ってくださいよ、ねまあ、要するにその試験出る出ないに関係なく、ね、これは知っておかないと次にステップ進めないよという的なところを、ね、あのやっていくのは入門講座。ね、例えばそ法目的 各法域目的あるじゃんこういういとなるところは飛ばせなないいよねででも法目的で出ないんだよ <laughs> 法目的なんて試験に出ないんだけどやっぱりやっておかないとねあの法律家としてそういうところを学んでいきますで、はい、こういうふうにあのちょっとね左端の方に「論文基礎録」ってあるでしょこれはやっぱり論文試験向けの講座なんですよ論文基礎録完成講座でもその名の通り基礎ですよ論文基礎力完成講座だからまあ好きで言うと暴言だよね逆話の字ですか あの、ハの字で滑ってください。みたいなね <laughs>。でもそんな面白くねえじゃん <laughs> ね。で担当は担当で単基礎講座基礎ですよ。基礎ね。基礎でしょ。ええ。でもね、あの基礎だけ教えて受かる人もいるって言うのも、また事実なんですけどね。結局基礎が大事だなっていうことなんですけど、ただこういう人もいるでしょう。いやもう、もうちょっとね。本試験レベルの難しいことややりたいんだよと。とはい、そのために右側にありますよ。ほら13ページ。 合格ナビゲートゼミというのがねこれ見てください何があのやるのかというとねあのはい平成31年度担当本試験講座これ扱っていきますほらねつまり入門講座の知識だけでも本試験の問題がこれだけ解けるんだよなということをね実感してもらうためにこの入門ナビゲートというのをやるとね平成31年5月に行われる試験をね素材として。 ね、だから「あ,あそれいいわ」という人はぜひ取ってくださいよ。ね、で論文もですね今度はちょっと色を変えましょうか論文に関してもね今度は「論基礎ナビゲートー」いうのがあってほら論文もちょっとね、あのー、たった3回ですけどえー、論基礎だけでは足りないなという人向けにちょっと標準的な問題かなそんなハイレベルとは言えないですけどねということを、あのー、やっていきます。 で短基礎ナビゲートというのはやっぱりそれなりにその短基礎で、えー、ちょっと基礎的な問題では物足りないという人向けに短基礎ナビゲートでちょっとハイレベルな問題をオリジナル的な問題を私が作って実施してもらうという皆さんに解いてもらうということをやっていただく。でさらにはねさらにはですよあの あとは、ね、オプションで取ってもらうんだけど私が、ね、その担当・格問対策と論文・格問対策を、ね、やってるんですよ、ええあの。理想と現実という名前の講座と、ね、担当・レボリューションという講座があるんだけどそういうのを皆さんがこう2位に選んでもらうと、ねうん、入門講座にはついていないもう完全にオプションですよ。取取るか取らとい,、ええ、いうあの担当・レボリューションという名前の講座これはもう担当・格問対策講座です。そして、 理想と現実よ、ね、なんか結婚生活みたいな名前ですけど理想と現実 <laughs> っていうねこれは論文各問対策課ですわで何で理想と現実をネーミングにしたかというと理想の答案っていうのがあるんですよもう100点満点だみたいなでも実際論文試験って現場でね100点満点の答案なんて書けないよ我々プロでも無理ですだから限られた時間の中でその最低限 書くべき内容を示した現実答案というのを私教えるんですよそれだけで十分受かりますえつまり100点満点が理想的な答案だとすると60点で受かるんですよこれが現実答案ですね。そうすると皆さんに、ね、安心すると思うんですよあ、現実の答案だったら書けるな自分にでもと。それを実感してもらうために、えー、論文学問対策講座やってますからねうん。それは皆さんね今すぐにはあの。 考えなくていいいですよ、ね、いずれおいおいという感じでいいです。まずは基礎固めをしましょう。ね、そんな感じはね、どうや、はい。あと俺の持ち時間何分ぐらいあるああ大丈夫よし、じゃあほかにいいよ、皆さんほら聞きたい。あどうぞどうぞ。はい、え模擬試験ううお、模擬試験用意されてないのかいい質問だね。よし、じゃあこれも答えよう。 12ページ、今、見てますあ見てますね、そこのね、これ、あのほら、ちょっと網がけ部分がのあるやろ、ほら、これ、網がけ部分がなんかところどころ出てくるでしょ、ほら、これ、ね、今、俺が蛍光ペンの黄色で塗ってますけど、はい、これがテストの回です、ほら、論文にもほら、テストの回が3、4回に、まあ、このようになってくると、もう2回に1回ね、ほら、ほら、これが模擬試験というかテストの回です、どうよ、ちょっと分かった、うん うん、あそうそうそう、そんな感じ、ところどころでさ、やっぱり確認していかんと、その場その場で、ええ、だから安心してください、そういうのがついてます、ええ、あはいはい、大丈夫です、安心してください、それはですね、それはもう、あのあこカラフルな方だっけ、うん、カラフルな方やね、これ、これね、これの何ページだっけ、35ページああ、これね、ほら。 ページあの左がね、私があの手取り足取りやる34ページのこのね、ピンク、茶色、黄土色のところ、これが俺が手取り足取りやるのよ、手取りじゃなくて手取り足取りね、35ページの方がもう紫とちょっと青になってるけど、これはもう手放し運転、もう俺から独立して、皆さんがあのほら、担当実践トレーング8回とか、待ちに待った担当公開模試とかね、これは書いてるじゃん、これがもう本格的なやつ、ね。 論文までやるほら論文の本試験を想定した、ねえー、合,格とえ合格答案講座これはインプットやねであの論文合格答練12回もついてるよほらどうねよしそんなところやね大丈夫、はい、あとあの宮口もしっていうのもねこの間実施しましたからそういうのも来年やる新春宮口もし」っていうのもやりますから。 俺が作って、ちょっと難しいんだけどね。さあ、他にどうよ。うん、いいよ。わからないことをね、このあのわからないままにしておくとね、不安になるから。大丈夫？遠慮なくいいよ。大丈夫ですかね。コメンテーターの三橋氏に似たる人、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ 今の日本経済状況はどうですかとか、まあ、そういうのは俺があんまり答えられないからね。は <laughs> じめて言われるですか,そうですか初めてですか,あそうですかちょっと似てますよあの、ね、あの歯切れの良い、ね、コメンテーターでおなじみの、はい、さあどうでしょうそんなもんですがねじゃあ,あのやっぱりね最後にねどういう人が受かるのか言っておきましょうかねもう大体決まってるんですよ受かる人って。 何年か前にね、あのー、中卒で一発で受かった人がいるんだよね、まあ、そこにも載ってますけどもうね紛れもなくこれがありますす決断力ですもうあれですよこれ3年前ぐらいに受かったんだけどね、えー、もう独立しましたすごいでしょ、えー、もうあの自分で独立してねもうホームページも超立派な感じでね、えーあのー、やっぱあれだよね恐れを知らないというか、うん、やっぱそれ大事なんだよ。うん、うん まあ便利試験も、あのーまあ、彼女にとってはもうね無理難題だったかもしれないよでも周りのそういうね、あのー、下馬評法要素にですね1回で受かりましたよねええー、中卒ですよ漢字も読めませんでしたよそんな中からね1回で受かったすごい人ですよあもちろんこの,あの私のね書いた本のこのね「一発合格バイブル」の最後のページにね合格体験記載ってますから彼女のねええー だからやっぱり決断力ですよね皆さん自分はこんな試験受からんとちゃうかと思ってると思うんですよ。ね、でもそれでこの二の足を踏んでたらねやっぱり夢は実現できないわけですよ。うん、で今度は受かってねあの自分はもう独立なんか無理だわと思ったらねもうその,の独立はできないわけですよ。でも、ね、やっぱりいろんなリスクはつきものですよ。もうそんなリスクをよそにもう独立するんだってねもう独立しますからね素晴らしいじゃないですか。 うん、やっぱりだから皆さんね、あのー、こういう特に修行というのはね何、あのー、て言うのリスクはあるよ何事もそれをやっぱりこのリスクをね超えてやるぞという気持ちこれが上回った時にあとは行動に出るか出ないかそこです成功の秘訣はね気持ちだけ前に出ても今度は踏み出さんかったら意味がないわけだからねそのまず決断力とその決断力に伴う行動力 これがあええね回であの遠慮なく我々に質問とかすればね分からないことも分かるようになってくるわけやからねまあそんな感じですわはいじゃあ皆さんねあのこれからね個別相談やっぱりあのねみんなの前で質問するの恥ずかしいわという人もいると思うからね個別相談に入らせていただきます、ね、じゃあ皆さんね今日は本当に連休のね3日目ということで。 あのー、貴重な時間ね。このガイダンスに咲いていただきまして、誠にありがとうございます。はい、それでは今日はね。ai 時代に行けるということで、あのー、レック1000人講師宮内聡氏をお送りいたしました。どうもご清聴ありがとうございました。